40代に支持されるナンバーアンダーラインアイベスト3曲。その魅力と影響を分析、ナンバーアンダーラインアイデビュー2024年、40代に響く理由とは、ナンバーアンダーラインアイという新しい音楽グループが、2024年に顔取り自粛デビューし、瞬く間に音楽シーンを賑わせました。平野翔さん、神宮寺優太さん、岸優太さんの3人が結成したこのグループは、 デビュー当初から多くのファンを魅了し、彼らの楽曲はさまざまな年代層に深い影響を与えています。特に、40代のリスナーたちの心に深く響いた曲がいくつかあります。今回は、その中でも、テンションが上がると評された楽曲に焦点を当て、彼らの音楽がどのように人々の心を動かし、日常を彩っているのかを探っていきます。まず、 2024年7月25日から8月1日にかけて実施されたアンケートでは、テンションが上がる、ナンバーアンダーラインアイの楽曲は、という問いかけに対して、多くの投票が寄せられました。このアンケートの結果、特に40代の男女からの156票をもとに、いくつかの楽曲がランキングとして浮かび上がりました。興味深いことに、この年代層は、青春時代に熱狂した音楽の記憶を重ね合わせながら、 新しいい音楽に対すす。る感受性を保ち続けていますそのため、彼らが選んだ楽曲は、単にテンションが上がるという感覚を超えて、彼らの人生経験や感情に深く結びついたものが多いのです。No.1 が40代の心を捉えた背景には、現代の音楽シーンの中で彼らが独自のポジションを確立したことが挙げられます。彼らの楽曲は、単にメロディーやリズムが優れているだけでなく、 歌詞やメッセージ性が深く共感を呼ぶものであり、それがリスナーの心に響いているのです。特に40代という年代は、人生の中で多くの経験を積み、過去を振り返りながらも未来に向かって進んでいく時期です。この年代にとって、音楽は単なる楽しみを超え、自分自身を見つめ直し、日常の中でのエネルギー源となる存在です。第2位に選ばれた楽曲は、スクエア・アンダーライン・1でした。 この曲は、2024年5月にリリースされたミニアルバム、No.O.Ling に収録されています。神宮寺雄太さんがプロデュースを手掛け、作詞作曲ビートはラッパーでありトラックメーカーでもあるパンピーさんが担当しました。この曲は、日本テレビ系音楽特番、ザミュージックデイ2024でも披露され、多くの視聴者に鮮烈な印象を残しました。リスナーからは、歩いた場所しか道になんないな、 これが僕らのスクエア・アンダーライン・ワンという歌詞に共感し、自分自身の人生のスタート地点を思い起こさせられるという声が多く寄せられています。実際に何か新しいことに挑戦するときや、困難に立ち向かうときにこの曲を聴くと、自然と心が奮い立つという人も少なくありません。そして、第一位に輝いた楽曲は、ノーイエスでした。この曲も、スクエア・アンダーライン・ワンと同様に、 2024年5月リリースのミニアルバム、No.O.Ring に収録されています。プロデュースを担当したのは岸優太さんで、この曲はサントリー、リアボルの CM ソングとしても使用され、広く知られるようになりました。n o e s の歌詞は、過去の恋愛を懐かしむかのような切なさとともに、3人のボーカルが絡み合う疾走感あるサウンドが特徴です。特に40代のリスナーたちにとって、 青春時代の甘酸っぱい思い出を呼び起こす一方で、現在の自分を奮い立たせる力を持つ曲として高く評価されています。彼らの歌声が持つ力強さと繊細さが、聴く者の,の心を揺さぶり、一瞬にしてその世界に引き込む力があるのです。ナンンバーアンダーアダライン愛の楽曲がもたらす影響は、単に音楽の域にとどまりません。多くのファンが、彼らの音楽を通じて新たな活力を得たり、 日常のの中での小さな幸せを再発見ししたりしています特に朝から富士を聞くとテンションが上がり恐れを知らない自分になれる気がするという声もあります実際日常の中で音楽が持つ力は計り知れません音楽を聴くことでその日一日の始まりが変わりポジティブなエネルギーを持って過ごすことができるのですさらにノイエスの明るくハッピーな雰囲気が 聞くものに幸福感をもたらし、一日のストレスを軽減する効果もあると言われています。特に40代のリスナーたちは、仕事や家庭、社会的な責任を抱えながらも、自分自身の時間や喜びを大切にしたいという願望を持っています。そんなとき、彼らにとって、ノーイエスは、日常の喧騒から解放され、心から楽しむための一助となっているのです。また、 スクエア・アンダーライン1ンの最後の歌詞、歩いた場所しか道になんないなこれが僕らのスクエア・アンダーライン1ンは、何度聴いても一緒に歌わずにはいられないという人が多いのも納得です。これは、人生における選択や挑戦の重要性を再確認させるフレーズであり、聴く者に勇気を与えてくれるからです。このように、ナンバー・アンダーライン愛の楽曲は、ただのエンターテインメントにとどまらず、リスナーの心に深く根を下ろし、 そののの人生の一部となっているのですそして50代のリスナーたちもまた彼らの楽曲に深く感動しています。特に通勤の運転中に強ートを聴きながら小さく拳を上げてしまうというエピソードからも分かるように音楽がもたらすエネルギーはどの世代においても普遍的なものです。このように年齢を問わず音楽が人々の心を動かし、 日常を豊かにする力を持っていることが改めて感じられます。しかし、ここで一つの疑問が浮かび上がります。なぜ、40代という特定の年代層が、これほどまでに、ナンバーアンダーライン愛の楽曲に共鳴しているのでしょうか。それは、彼らが青春時代に経験した音楽やカルチャーが、現在のナンバーアンダーライン愛の楽曲とどこかで重なる部分があるからかもしれません。もしくは 現代の音楽が持つ新しさと、彼らが過去に親しんだ音楽との融合が、心地よい懐かしさと新鮮さを同時に提供しているのかもしれません。また、もう一つ考えられるのは、40代という年代が、人生の折り返し地点に立ち、過去を振り返りながらも未来に向けて新たな挑戦を続けているという点です。ナンバーアンダーライン愛の楽曲は、そんな彼らの心情に寄り添い、 勇気や希望を与える存在となっているのではないでしょうか。彼らが音楽を通じて再び青春のエネルギーを取り戻し、日常の中で新たな可能性を見出す手助けをしているのです。このように、音楽は単なる娯楽の一環ではなく、人生を豊かにし、心に寄り添う存在であることを、ナンバーアンダーラインアイの楽曲を通じて改めて実感させられます。そして、彼らの音楽が持つ力は、 これからも多くの人々の心を動かし続けることでしょう。さらに、ナンバーアンダーライン愛の楽曲には、メンバー自身がプロデュースや作詞作曲に携わることで、彼らの個性や感情が色濃く反映されています。例えば、キシユタさんが手がけた、ノーイエスは、彼自身の人生経験や感情が込められており、リスナーたちはその中に自分自身の感情を投影することができます。また、 神宮寺勇太さんがプロデュースしたスクエア・アンダーライン1も挑戦や自己改革といったテーマが描かれており何か新しいことに挑む勇気をリスナーに与える楽曲として支持されていますこうした楽曲は日常生活の中で直面するさまざまな課題や困難に対して前向きに取り組むための力を与えてくれるのですまた現代の音楽シーンにおいては SNS やストリーミングサービスの普及により アーティストとファンとの距離がこれまでになく近づいています。ナンバーアンダーライン愛も、こうしたプラットフォームを活用し、ファンとの直接的なコミュニケーションを重視しています。これにより、彼らの楽曲やメッセージがよりリアルタイムでファンに届き、共感を得やすくなっているのです。特に40代のリスナーにとって、SNS を通じて直接アーティストとつながることができるというのは、新鮮で刺激的な体験です。 彼らは若い頃にはなかったこの新しい体験を通じて音楽との新たな関係性を築いているのです。さらに現代の音楽消費のあり方は多様化が進んでいます。従来のようにアルバムを通して音楽を楽しむだけでなく、プレイリストやシングル、ミュージックビデオといった多様なフォーマットで音楽を楽しむことが一般的になっています。ナンバーアンダーライン愛も こうした新しい音楽消費のトレンドに対応し、多様なコンテンツを提供しています。特にミュージックビデオやライブパフォーマンスの映像は、彼らの魅力を視覚的に伝える重要な要素となっており、40代のファンにとっても視覚的な刺激を通じて彼らの音楽をより深く楽しむことができるようになっています。このように、ナンバーアンダーラインアイの楽曲が40代のリスナーにとって特別な存在となっている背景には、 彼らの音楽が持つ普遍的なメッセージ性や、現代の音楽シーンにおける新しいトレンドを取り入れたスタイルが大きく寄与しています。そして、音楽が持つ力は、年齢や時代を超えて、人々の心をつなぎ、豊かにするものであるということを、改めて感じさせてくれます。音楽は、時に私たちの感情を代弁し、時に私たちの背中を押してくれる存在です。ナンバーアンダーラインイの楽曲が持つ力は、 これからも多くのリスナーにとって心の支えとなり、新たなインスピレーションを与え続けることでしょう。そして、あなたもまた、彼らの音楽を通じて、自分自身の心の中に眠る感情や思いを見つけ出し、新たな一歩を踏み出す勇気を得ることができるかもしれません。さて、ここで再び皆さんに問いかけます。あなたにとって、音楽はどのような存在ですか ?No.1&I の楽曲を聴くことで、 あなたの人生にどのような変化が訪れましたか音楽を通じて感じたこと、気づいたこと、そして得たものを、ぜひ共有してください。音楽は私たちをつなぎ、共に歩んでいく力を持っています。そして、その力は、これからも私たちの人生を豊かにし続けることでしょう。最後に、皆さんに問いかけたいと思います。あなたにとって、心が奮い立つ音楽とは何でしょうか ナンバーアンダーライン愛の楽曲があなたの人生にどのような影響を与えましたかぜひ、あなたのストーリーを共有してください。音楽を通じてつながる私たちの心はいつもどこかで響き合っているのです。